夫のアキラが不倫をしていた。相手はユキナという夫の同僚で、私よりも5歳も年下とのこと。いきなりの自白だったため、私は動揺し、気づくと出てけと叫びながら、本やらリモコンやらを夫めがけて投げていた。夫はやばいと感じたようで、慌てて荷物をまとめて出て行った。数日後、義実家に避難していた夫からいきなり、こっちに来てほしいと連絡が入った。私も少し冷静になっていたので、ちゃんと話し合いをしなきゃなと思い義実家へ向かうと、なんとそこには夫と義両親の他に不倫相手までもいた。そして夫がそこで衝撃の事実を告げる。すまん夏美、別れてくれ。ユキナに子供ができたんだ。そう言って夫は記入済みの離婚届を渡してきた。私は鈍器を頭にぶつけられたような衝撃を感じた。夫は以前は子供を欲しがっていなかったはずだ。子供が生まれると自分のやりたいことに制限がかかるからだと言っていた。夫は奔放な性格で自由人。やりたいことがあるとそれに夢中になり、他のことは一切見えなくなる。それで子供は欲しくないと言われていたから私は否認をしていた。それなのに不倫相手に子供ができたから離婚？まあまあ夏美さん、許してあげてよ。結局子供が生まれた方の勝ちなのよ。ユキナさんのお父さんは商社に勤めてる。君のお父さんのように貧乏人じゃないんだ。義両親も二人して夫と不倫相手の味方をし、私や父を侮辱しだした。私は一気に怒りがこみ上げてきたと同時に、夫への気持ちが一気に冷めた。あんた最低ね。あんたみたいなクズ男、こっちから願い下げよう。そして夫が用意していた離婚届にサインをし、自分で届けることにした。あんた息子になんてことを言うんだい。この貧乏人が、今すぐ謝れ。あとは弁護士に任せますので。それじゃあ。ふん、弁護士を雇う金などないくせに。息子を侮辱されたことに義両親はわーわー言っていたが、無視をして私はその場から去った。すると翌日、なぜか元夫と不倫相手が家にやってきた。あれ、夏美まだいたの？荷物もまとまってないし。不倫相手も怪訝そうな顔で私を見る。あんた何言ってんの？ここは私の家よ。今から業者が来て、あんたの荷物を全部義実家に送ってくれることになってんのよ。まだ理解できていない様子の元夫。何言ってんだよ、ここは俺の家だろ。ほんとあんたって人はどうしようもないわね。どうやら元夫は私名義でこの家を買ったことを忘れているらしい。元夫は家柄とか肩書きとかに全く興味のないタイプ。最初は彼のそういう純粋なところに惹かれたのだが、どうやら純粋すぎて別の女の誘惑にコロッとやられてしまったようだ。しかし家の購入者が誰かも忘れるほどとはアホすぎる。なぜ私はこんな奴を好きになったのだろう。私が自分名義で家を買った証拠の書類を見せると、元夫の顔は青ざめ、不倫相手は血相を変えた。ちょっとアキラ、どういうことよ。なんで俺の家じゃないんだ。はあ、あんた私が貯金して購入した家に転がり込んできたこと忘れたの？あれ、そうだっけ。もうどういうことよ。とりあえず二人とも出てってくれる？うるさいし迷惑だから。私は二人を外に追い出し、家の鍵を閉めた。玄関の外でも言い争いをしている声がしたので、うるさい、警察呼ぶよと私が家の中から大声で叫ぶと、二人の声はしなくなった。数時間後、業者が荷物を取りに来て、部屋は一気にすっきりに。開放的な空間になった部屋で、私はリラックスしながらゆっくりとお茶を飲んでいた。するといきなり鬼のように家のチャイムが鳴った。念のためチェーンをかけてドアを開けると、そこには元姑の姿が。お母さん、どうしたんですか？どうしたもこうしたもあるかい。なんで黙ってたんだい。はい、あんたのお父さんのことだよ。私はすぐには理解できなかったが、途中でピンときた。そういえば義両親は私の父を貧乏人とバカにしていた。あの時は元夫に腹が立っていて流したが、父を貧乏人と呼んだことに違和感を感じていた。父はとある部品製造会社の社長をしている。確かに私の結婚の両家の顔合わせの時にはまだ会社は小さかった。
だがその2年後に大手との取引が決まり、トントン拍子に業績を伸ばし会社は大きくなった。義両親はそのことを知らなかったのだろう。元夫には話していたのだが、自由人のあの男はきっと今までそのことを義両親に話しておらず、家が自分のものではないと気づいてから思い出したように話したのだろう。父の会社のことですか？話していなかったから何だというのですか？あんたのお父さんの会社がそんなに成功してるなんて知ってたら、アキラと離婚させなかったわよ。なんて身勝手な理由だ。最低ですね。手のひら返しですか。うるさい。こっちがせっかく離婚を考え直してあげるって言ってんのに、なんだいその態度は。どこまで上から目線なんですか？いい加減にしないと警察呼びますよ。呼べるもんなら呼んでみやがれ。元姑が挑発に乗ってきたので、私は遠慮なく警察を呼んだ。ちょっと、あんたたち、何するの？警察はすぐにやってきて、元姑を連行した。すると翌日、今度は元夫が一人でやってきた。今度は何？夏美、もう一度俺とやり直してくれ。はぁ？何言ってんの？やっぱり俺には夏美しかいない。勝手に不倫して子供作っておいて、そんなこと信じられると思う？嘘だったんだ。は？ユキナ、妊娠したっていうの嘘だった。どういうこと？俺が若くして持ち家に住んでるってことを知って、実家がかなり金持ちだと勘違いしたらしい。そこで妊娠したって嘘をついて結婚しようと考えたんだって。要するに騙されたってことね。そうなんだ。だから俺にはもう夏美しかいないんだ。それで私がよりを戻すと思ってるのか、このアホンダラ。私はもう怒りを通り越して呆れた。元夫の身勝手さは自由を超えて非常識だ。もう顔も見たくない。二度と来ないで。そんな、待ってくれよ夏美。私は夫を無理やり追い出し鍵をかけた。夏美、夏美、話をさせてくれ。どんどんとドアを叩きながらいつまでもそうやって叫んでくるので、私はまた警察を呼んだ。ちょっと何ですかあなたたちは。すぐに警察がやってきて、元姑の時のように元夫を連行した。これでやっとあの家族から解放される、そう思っていた。義実家の連中は私が思っていたよりもしつこかった。ある日、私が会社に出勤すると、そこに義両親の姿が。何やってるんですか、こんなところで。ああ、夏美さん、どうか息子とユリを戻してくれないか。この通りだ、頼む。そしてあろうことか、会社のロビーで義両親は私に土下座をしなした。朝の出勤の時、たくさんの人が行き交う中で土下座をされたので、チラチラといろんな人がこちらを見ていた。ちょっといい加減にしてください。こんなところで困ります。お願いします、よりを戻してください、お願いします。私は一瞬この場の恥ずかしさと義両親の勢いに飲まれそうになったが、ぐっとこらえた。何があってももう復縁はしません。迷惑なので帰ってください。そう言って私は義両親を置いて職場へと向かった。すると数時間後、父から電話が来た。もしもし、お父さんどうしたの？いや、それがアキラ君のご両親がいきなり会社に来て。なんと義両親はあの後私の父の会社にまで押しかけていた。それで大丈夫だった？とりあえずはな。でも本当困ったよ。ずっと土下座して息子とお嬢様のよりを戻させてくれって言ってて。父には私が事前に事の経緯を話していたので、父も決して義両親たちに協力的な態度は見せなかったようだ。そしたらあいつら逆上してさ。え？今に見てろよ、こんな会社潰してやるって怒りながら出て行った。何それ。義両親は引くに引けなくなって、そんなダサいことしか言えなかったのだろう。私たちはそう思っていた。それから数週間が経った頃、事件は起きた。なんと SNS 上で父の会社の部品が欠陥品だと発信されている投稿が見つかったのだ。投稿は炎上はしていなかったのだが、この投稿を父の会社の取引先の人が見かけたらしく、どういうことだと電話が来ていたらしい。父は急いで取引先に行き、根も葉もない嘘だということを説明。
とりあえず取引先は納得したらしいが、注文数は減らされたとのこと。私はすぐにピンときた。絶対に偽実家だ。私は警察に頼み、投稿者を調べてもらった。するとやはり予想通り、元夫に行き着いた。私と父は弁護士を連れ、偽実家に乗り込んだ。何よあんたたち、何の用だい。わかるでしょ、父も来てるんだから。あ、何のことだ。しらばっくれるな。あんたらがやったことは全て知ってるんだよ。俺の会社を潰すと言っていたな。そしてあの SNS の投稿、おかげで仕事の流れは止まるし、取引先に謝罪と説明、受注数も減った。父が説明すると義両親はニヤッと笑った。へえ、いい気味だな。ほんと、私たちがあんだけお願いしたのに復縁しなかったから罰が当たったのよ。これからもっとひどいことが起こるかもね。いい加減にしろ。そっちがその気ならとことんやるからな。あら、私たちが何かしたっていう証拠はあるのかしら。お前らアホか。今の時代、投稿者なんてすぐに割り出せるんだぞ。え？顔が青ざめる義両親たち。投稿者を調べたら、アキラさんが投稿したということが分かりました。つまりあなたたちが犯人ということです。そんな、なんでバレた。お前ら絶対許さないからな。訴えてやる。その後、私たちが連れてきた弁護士によって説明があったが、義両親は魂が抜けたように神戸を垂れていて、全く聞いていませんでした。チラチラと奥から覗く元夫の姿があったので、私は隠れてないで出てきたらどうなの、卑怯者と言ってやった。元夫は慌てて、やあと出てきたが、父の睨みに怯えてすぐに、じゃあと言って自分の部屋に逃げていった。私たちは義実家に対して偽計業務妨害罪として訴え、さらに受注数が減ったことに対する損害賠償を請求。義実家は合計1000万円を私たちに支払うことになった。義実家はほとんど貯金がなかったらしく、定年を迎えている元姑も働きに出て、家族3人でヒーヒー言いながら損害賠償の支払いに追われているらしい。ほんといい気味です。一方、私はその後いい出会いに恵まれ、結婚と出産をし、幸せな家庭を築いています。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。